はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、ちょっと新しいシリーズを作ろうかなと思いまして、皆さんですね、大食いが食べる朝食メニュー、これ気になりませんか？まあ、ぶっちゃけた話を言うと、僕は朝飯をね、食べない派なので、普段はね、全く食べないんですけれども、これちょっとお店さんにですね、大食いに提供する朝食メニュー、完全なお任せで、注文したところ、どんなものが出るのかと、つまり、大食いの朝食シリーズを、始めていこうかなと思います。で、本日はですね、これ群馬県の前橋市に来ておりまして、前橋といえばですね、いつも僕らがお世話になっている大食いデカ盛りのお店、本日は AQ1 さんに訪れております。一応ですね、お店さんの方にはだいたい4キロぐらい、まあね、無理しなくて楽しめてかつデカ盛りというちょうどいいですね、量のメニューをお願いしております。ただね、全く品物とかはお願いしていなくてですね、もう完全にお店さんのお任せで、作ってくださいとお願いをしております。それではですね、もうすでにお店の方にはですね、約束の時間となっておりまして、料理もあらかたできているそうなので、早速ね、この AQ1 さんの方で美味しい朝食食べていこうと思います。はい、ということで、ただいまですね、AQ1さんの店内に入っております。本日はですね、注文してあるこの朝食メニュー、すでに出来上がってるみたいですので、早速ね、料理の方をお持ちいただきたいと思います。てれーあてってれうわ、うまそう。これは何だか分かります。ちょっとラスカルじゃないですか。すげえかわいい、やば。ということで、ただいまですね、この AQ1 さんにお願いした理想の大食いの朝食がこちらでございますね。これよ、ラスカルということで、もう完全にこの可愛いラスカルをね、かたどったオムライスだったりとか、この、ね、洋食系をメインとしたおかず、これたまんないですね。じゃあ、カノさん、そろそろいただきたいと思います。いくぞ3、2、1、いただきます。まあ、せっかくいただいたんですけど、別に今日はチャレンジじゃないの、タイマーもないんですけど、はい、ちょっといただきたいと思います。そうなんですよ。いや、ちょっとこれやばいね。どっから手つけていいか分かんないですね。ちょっとまあ、この前菜あたりから、これマカロニでございますね。うん、うん、うまっ。これタコさんウインナーですよ。こちらも多分さ、一個一個これ切って準備してくれたって思うと、なんか嬉しくなるね。うん、うまっ。で、これも唐揚げでございますね。うまっ。ちょっとご飯いっちゃうか。続いてこれエビフライでございますよ。うまっ。そしたらちょっとね、これラスカルの耳もいただきます。で、今回これね、朝食といえばということでお味噌汁いただいたんですけど、すり鉢でございますね。さすが大食い用の朝食、サイズバグってます。まあ、ちなみにね、さっきちょろっと言われたんだけど、4キロは全然超えたって。ちょっとデザイン重視で量を超えちゃったって言ってました。
ちょっとさ、このエビフライもタルタルをさ、どっぷりとつけて、うまっ。うまいっすね。嬉しい。めっちゃうまい今日も。そしたらこの辺りでね、このミートボールですね。うん、うまっ。で、このちょっとさ、このラスカルに鮭持ってるんだけど、これ皮から取ってきたみたいな、こういうちょっとした演出も可愛くていいね。お顔生きにくいな、可愛すぎて。ちょっと食べなきゃね、あれなんで、顔もかじりつけたいと思います。うん、うん、最近この AQ1 さんに来るたびに、通常メニューではなくて、こう他のね、大食い YouTuber さんがやってるメニューだとか、まあ、今回みたいなこういう特別メニューとかで、あとはチャレンジメニューとかかばっかり食べに来てて、普通に販売してる丼物とかをしばらく食べてないんで、ちょっと次こそはいつも通りの普通のメニューもちょっと食べに来ようかな。来てない5ヶ月ぐらいにだいぶ増えてます、ね、前回来た時こんななかった気がしたんですけど、サインの増え方が異常すぎて今びっくりしたんですけど、改めて見たら、実はね、今カメラに映ってないんだけど、こっち側の壁とかももう全部サインで、僕とかもそうなんだけど、まあ、同じ方でもね、来てくれて嬉しいということで、何回もね、こうサイン書かせていただくんですけど、それにしてもよ、もうマックスさんなんかもう何十枚あるって話だからね、マジで。ちょっとみんなのこうサイン慣れしてない古いサインとかもあるから、これ見るのね、ちょっと楽しいんで、ぜひ皆様もね、AQ1さん来た際にちょっと一度見てみてください。したらそろそろちょっとね、これソースももらってますんで、エビフライにソースと、これタルタルと、これは絶対うまいべ。うまっ。でもこれさすが大食い用の朝食だね。まあ量ももちろんなんだけど、このある具材自体たちがだいぶ食べ応えある食材ばっかりなんで、腹いっぱいになるわ。じゃあもうだいぶご飯もなくなってきたんで、ちょっとこのね、OK を逆回転したいと思います。こう見るとさ、多分めちゃくちゃ減ってると思うんだよね。ただ今でようやく、まあちょっとおかず込みで考えたら半分超えたぐらいかな。つい最近ですね、ちょっとテレビの方でだいぶ巨大な5キロぐらいの、ね、ものを食べたんですけど、これ今日の方が腹いっぱいだわ。これちょっとね、4を少し超えたというか、何キロあるかわからん。こっから先は多分ね、ガチできついモードになっちゃうんで、まあ、せっかくのね、楽しむ朝食シリーズってことで、ちょっとね、1本目から皆さんには申し訳ないんだけど、今ご飯食べ終わって味噌汁もね食べ終わりますんで、一応他持ち帰れるようなおかずはテイクアウトに今日しちゃおうかなと思います。
はい、ということで本日はですねちょっとこんな感じで今ご飯は食べ終わりまして、こちらお味噌汁の方も完食させていただきました。ここからですねちょっとチャレンジメニューっぽくなっちゃうのもあれなので今日はですね無理せずにしようかなと思います。佐野さん、はい、おかずをお持ち帰りしていいですか？はい、ありがとうございます。こちらのねお店さんはもちろんお蕎麦だったりとかおうどんでご飯物なんかもめちゃくちゃ量がございます。美味しいものねたくさんあるんだけどとにかくどのメニューも量が多いので皆様もですね、まあ、僕が言えた立場ではございませんが無理せずにね食べていただければと思います。ちなみに前回の動画でもお話ししたんですけれどもこの大食いの選手、大食い YouTuber さんたちがね食べてるようなメニューに関しては基本的には、販売はしてないんですけれども、材料等があって作れる日もあるみたいですので、ご来店予定あるお客様はですねぜひちょっと一度確認してみてもらって食べれるようであれば、食べてみていただければいいかなと思います。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が届いたらチャンネル登録コメント高評価、またですね最近ではサブチャンネルも活動を行っておりますのでそちらは概要欄からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。じゃあなんか詰めてもらえますか？はい、ありがとうございます。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。いやちょっと久々にですねデカ盛り店さんのデカ盛りを食べに行ったところちょっとね忘れてましたね、あの愛情盛りという言葉を。揚げ物とねご飯がメインなので大食いの食材の中でもかなりこう食べにくいものではあるんですけれどもそれがねちょっとこんだけ増えてしまうと、本当にガチモードに入らないと食べきれないような量になってしまったので、まあ、この企画的にはねやっぱりちょっと楽しんで食べたいということで本日はですね、無理せず持ち帰りをさせていただきました。AQ庵さんね本当に美味しいお店ですので気になった方はぜひ、まあ、群馬遠い方もねいらっしゃると思うんですけれども一度食べに行ってみてください。ということでこの辺りで本日一つ目の米編コーナーに参ります。前回公開させていただきました月日さんから僕がねこう料理を食べてる最中に気づかれないように店員さんがね後ろを通った瞬間にこうガッツポーズをするという、まあ、そんなねシーンがございました。僕が多分美味しい美味しいとお話をしてたから喜んでくれてるのかなということでなんかね僕も編集中に見て気づいたことなのでなんかね嬉しくなっちゃいましてついねそちらのシーン採用させていただきました。やっぱりなんかね美味しいものをいただいて好きなお店さんなのでなんかそのね料理を作ってる方が喜んでいただけるってことはなんかね僕もめちゃくちゃ嬉しくてですね、店員さんにすぐ LINE をしてしまいました。いやーなんかね、まあ、今後もそんな感じでお店の方にも喜んでねいただけるような動画を作っていければと思ってますのでじゃんじゃんね今後も美味しいものたくさん食べていこうと思います。はい、ということで本日2つ目の米編コーナー僕のね、ラーメンとかの食べ方を真似してくださったみたいで、レンゲをね、こう添えながら麺をすすると。まあ、あれなんですけれども、僕もね、自分でなんでやりだしたかわかんないんですよね。今考えてみると、確かにそのカレーうどんをすすった時に、こう跳ねる原因が、そのさ、麺の切れ目っていうのかな、もう最後の部分がブル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 ってなるから、なんか麺がね、荒ぶって汁が飛ぶってことだったから、確かにそれを聞いて、麺のその一番最後の部分にレンゲを添えて食べたりしたんですけれども、結局ね、麺すすったところで、その麺のさ、一番下の部分、全部こう均一になってるわけじゃなくて、途中途中でもさ、その麺の終わりがあって、結局、まあ僕もね、跳ねてるんですよ、正直。それがね、ちょっと目立たないように、黒いその T シャツ、衣装みたいなのも作ったりとかはしてるんだけれども、まあ、極力跳ねないようには食べてますが、正直あの食べ方でも結構跳ねたりはします。はい。逆にね、あの大食いの人たちは、その、レンゲとかも全く添えないで最後までズルズルズルって吸ってるのに全然飛んでない不思議、あれはね僕も未だに分かりません。なんで跳ねないのと。まあ実際ちょっとみんなも結構器にねつけながら食べたりとかもしてるのでもしかしたらその可能性もあるんですけれども、僕もちょっと今後ですね、さらに汁跳ねがしないような食べ方をね
見つけて、よりちょっと綺麗にというか、まあ、汚くないようにね、食べ進めていきたいと思います。はい、ということで本日最後の米編、ちょこちょこね、昔からコメントの方でもご質問いただいてたんですけれども、僕が普段持ち歩いてるキャリーケースの中身を知りたいということで、基本的にはもうすべてカメラが入っております。機材とかだね、店舗さんにももちろんよるんですが、このカウンターとかテーブル席だったりとか、その状況にも応じてなんですけれども、だいたい普段ね、撮影する際にはこの一眼のカメラを4台ぐらい構えて、いろんな方向からね、こう楽しんでいただけるようにという映像制作をしておりまして、でプラスやっぱ使えるもの使えないもの、環境によってあるので、そういったことの対応ができるように、まあ、いろいろと入っております。基本的にはそのキャリーケース1個と、それプラス、カメラバッグが1個か2個ぐらいある感じでございますね。まあちょっと YouTuber さんの中でもですね、多分、機材がアホほど多い方だと思います。他の大食い YouTuber さんでもこんなに持ってる人は多分いないかな。もう完全に、僕ももともと iPhone から始めて、そういったカメラ機材とか全然知識もなく詳しくなかったんですけれども、なんかね、やっていけばやっていくほど沼にはまったと言いますか、もう完全にそのハマり症というか、男の子のこの沼る感じ、もう代表的な感じでございますね。まあ必要なのと言われたら必要じゃないかもしれないんだけれども、まああってね、どこかの現場でも 100% いいものを撮影できるに越したことはないので、今後はちょっとこれ以上増やさないように気をつけつつ、いいものをね、撮れるように頑張っていきます。はい、ということで本日の米編コーナーはこのあたりで、本日もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。